独立行政法人農業者年金基金は農林水産省所管の中期目標管理法人である独立行政法人である農業者年金基金が実施する農業者年金とは独立行政法人農業者年金基金法等に基づき主として農業者が加入する年金制度である農業者年金は農業者を対象として基礎年金たる 国民年金に上乗せして支給されるものであり、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに農業者の確保に資することを目的とする。このため社会保障の観点だけでなく農政上の課題に対応するための政策年金としての側面も合わせ持つ年金である。二0一年に抜本的な制度改正が行われ、 新制度においては、原則65歳到達により支給される農業者、老齢年金及び、原則65歳到達、かつ、後継者への経営継承により支給される、特例付加年金がある。新制度における年金は、積立方式で運営されている。新制度の加入者数は12万人ほど。なお農業者年金に加入した場合、確定拠出年金には加入できない。 1971年に発足した旧制度による農業者年金は付加方式により運営されていたが、高齢化と加入人員の減少により制度が成り立たなくなり2001年に制度を改正し破綻した。なお、旧制度に基づく年金は全額国庫負担により継続支給されている。旧制度の加入者数は31万人ほど。 平成30事業年度決算報告書農業者年金基金 AB 統計資料農業者年金基金2020年6月3日閲覧確定拠出年金法62条3ありがとうございます。